さあやっていきましょう。セブンスアニバーサリー1日限定フレッシュ放題、刻々とこの日が過ぎる時間が迫っております。エスメラルダやっていきましょう。ノートルダムの亀か ダメだスム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 やり続けるとしかも喋りながら亀に向かってベラベラと、なんだよノートルダムの亀って、ああもうお見苦しいところをお見せしました。あー美人、綺麗、光が差す、消してくれる、癒される、あー助けて、あーかっこ悪い、ほんとかっこ悪い。こんなのがさ、だからさ、皆さん瞑想しましょうとか本当の自分取り戻しましょうとかってさ、あの心理学を盾に皆さんにこんなワークやっていけませんかっていうのを偉そうに言ってるわけですよね。こんなんでも人生楽しくやってくるんですからね、皆さんワークに取り組んだらどれだけ素晴らしい人生が待ってるのかっていうのを本当ぜひ信じちゃってみていただけたらと思うんですよ。これもね、あの僕個人はね、もういろいろとね、毎日瞑想とかね、自分の過去のやったことをうんぬんとかっていうのを洗い出したりとかっていうのを結構真面目にやったりしてるんですよ。真面目にやったりしてるからこそ、いろいろとこう切羽詰まるようなことがあったとしても、まあ、あのそしたら肉体的に慌てますよ。肉体的に慌てて、うわーっていろんなことやらなくちゃと思って、ものすごいスピードでいろんなことを消費していくんですけど、心は常にそれがいいっていうところで生きていきますからね。はい、特にノートルダムの亀だから言えてねえんだよ。ちょっと待って、ね、もう一回、ノートルダムの亀ってあれっすよね、あの主人公がそのすごく醜いけどあなたは愛されるのよとか、なんかそんな作品じゃなかったでしたっけ。これね、言ったことしないや、見たことがないんだよね。好きだと2回足らないし、はあ、まあノートルダムの鐘ね、すごくいい作品なんでぜひ見てください。まず僕が見ろよって、お前が見ろよってことですね。もうダメだ、ぐだぐだだ、なんとかするわ、頑張る、応援してください。お疲れでした。バイバイ。